どうも、くにチャンネルです。というか、米田チャンネルです。いえいえ、よろしくお願いします。またまた日刊芸能の米田記者にお願いして、何回かやりましてですね、またちょっとお久しぶりなんですけど、業界2の方にね、いろいろ伺おうということで、まあ、日刊芸能さん、相変わらず、ね、見出しがえぐいですよ、いろいろ。ね、それで、まあ、いろいろなんですけど、まず、皆さんにちょっとね、謝らなきゃいけない。私たちがね、紅白歌合戦中森明菜はもう間違いなく出るだろうみたいなことを言った回があるんですよ。はいはい、出ないじゃないか、はい、発表リストの中に入ってなかったですね。はい、残念。本当は明菜ちゃんファンなんで、まあね、全国の明菜ファンの皆さんもそう対応してたと思いますけれども、ほぼ出るって聞いてたんですよ、協会的には。なんかそれ一部聞いたら、その前の事務所の何かいざこざがまだくすぶってて、うん、それで出ないんじゃないかというのが一説、はい、うん、あとは明菜さんがちょっとビビりで、やっぱり緊張しちゃうから出ない、となったのかというところ、いろんな、まあでもここ、まあ、正式発表になるまでは、はい、やっぱりもう期待度はもう一番中森明菜さん今回高かったそうなんですよ。状況的には夏ぐらいからツイッターの解説ですとか、うん、新事務所の解説とかいう、でそれで NHK で放送した明菜さんの番組は高視聴率とか、うん、とにかく条件が全部揃ってたもんで、うん、あ、明菜さん今年こそ出るんだと、でそれでまあみんなの期待値が高まっていったとですが、が、まあ正式発表の中にお名前がなかったといやー探しちゃったもんね、あれはい、ないってなって、して、あ、ヒカ君もないと思ったら、ヒカ君は、ヒカキヨシ君は、別枠で、もうオンステージがあるということで。いわゆる桃組ってやつですよね。あ、そういうこと言う？だから特別枠なんですよ。で、ほら、もう最後だからっていうことでね、最後つっても休むだけでまた多分ね、仕事するんですけど、一応お休みする前のっていうことで、ね。貴公子ラストイヤーということで、紅白は七夕高視聴率かなんていうふうに好意的な見出しで、もう紅白はもうラストイヤーですし、これ楽しみにしてます。実は比較はもうだんだんもう演歌とかの枠じゃなくてすごいことになってきてるじゃないですか。ショートパンツを履いたりとかですよ、竜みたいなこういう上に乗ってグーッと立ったり、面白いんですよ。なんかベルサイユのバラに出てくれる衣装とかやってましたもんね。だから今回はね、どういうようなことが出てくるのかなというのもすごく楽しみ。一時大昔は昭和の頃から平成ぐらいの時はやっぱり小林幸子さんがクレーンに乗ってどのぐらいでっかい衣装を着るんだとか、三河健一さんがキンキラキンとしたとか衣装対決があったんだけど、今ないから、まあ、ちょっと楽しみなんだけど、明菜ちゃんですよ。ね、探したけど名前がない。そして私はですよ、10月12日に、新曲を出してるんです。私も10月に歌手が、あ、歌手って言っちゃったけど、新曲を出すということは紅白を狙ってたということなんです。名前探しましたよ。ないね。レコード会社連絡もらわなかったですか。定畜何もないです。あなかみゆきさんとね、いい歌歌ってんですよ。ちょっとポチってやってくださいよ。ザ・山田邦子カーニバルの中の1曲は明日は今日よりっていう、これ僕も聞きましたね。いい歌なんです、明るくてね。だこれはもう1年かけてまたやっていこうと思ってますけど、そもそも紅白をみんな見ないんじゃないかっていう、まあ視聴率がねどんどん下がってるっていうのはもう、数字見れば歴然としてます。大きな人が出ないってなったら、ちょっとやっぱり見ないじゃないですか、そこのところは。それで聖子ちゃんも出ないのよ。名前がなかったです、ね、ない。今年は、本当どこがいたんだと思いましたけども、さやかさんに送る涙のステージ、それで、アナ雪を歌うとかね、いろんなことが出てたんですけど、あれは一体何だったのか。いや、そういうこと書くからじゃない、うん、そこはちょっとさ、静かにしといてあげましょうよ。うん、やっと言えて、言わ、来ないと思うけど、乗り越えてさ、うん、ないの。そうですよね。私と聖子ちゃんない。私とって言っちゃってるけど、ありませんでした。だから明菜さん残念だな。どういうことなんだろう。今だから日本にもいないのかもわかんないですね。そうですよね。ニューヨークか、うん、ロスか、だからまあ前のマネージャーで、まあ兼パートナーと言われてる男性がいたんですけれど、まあその人の携帯とかもちょっといろいろ裏ルートから入手してて、ね、電話かけまくったんですけど、全然出なくてですね、それでまあ近況が全く上がらないと。でまあところですな、で日本の所属レコード会社の方も把握できてないというところで、まああのツイッターは何だったんだっ
ていうところなんですよね。あれはもう普通はもうあのリスタート宣言に近いものがありましたから、うん、今年は紅白をやるんだなって、うん、きっかけにね、業界中が、うん、あっだらばっていう感じになってたんですよ。82年組もう40周年で復活っていうね、うん、節目になるのかなと思って、まあ、ファンがやっぱ一番見たいですからね。ファンが多いことがはっきり分かりましたよね、うん、もう待ってます待ってます絶対見たいですっていう人多かった、うん、あ残念だな。メドレーでもよかったし。そうなんですよね、まあ、なんならあの牧野さん新曲であったりとか、あと例えば、うん、あの海外からね、あの8年前出た時みたいな中継とかでも、うん、NHK は多分いろんな条件であって牧野さんが出てくれるんであれば、あのどんな条件でも飲んだはずなんですよ。本当だよね、牧野さん以上の目玉なんてないですから。ないよね、うん、まあ、それでびっくりしたのは後のとこがね、知らない歌手が多すぎておばちゃん化したなと思って。いや、まあ正直ね、横文字というかアルファベットばっかりになっちゃって、うん、まあ、芸能のデスクも僕もなんか半分ぐらい知らなかったですね。みそ大晦日ってもう子供たちっていうか若い人はもう出かけちゃってるから、まずテレビ見ないじゃないですか、うん、で、あとは録画するか見逃し配信かなんかで見ちゃうから、うん、家で大晦日過ごすって言ったらやっぱり先輩方なんですよ、うん、はいはいはい、おじいちゃんおばあちゃんなんですよ、わかんないよな。だからまあちょっと戸惑いますし、じゃあカエルチャンネルがっていうと、うん、テレビ東京の年忘れ日本の歌とかね。だからテレビ東京っていうのはね、まあ、いい選出してんですよ、まあ、ちゃんと受け皿になってますよ。なんかっつうとね、ちゃんとやってんです。そこで私は定地区からデビューしてるわけですよ。定地区はそういうとこ強いんですよ。いや、もう手厚いですよね。もう私もうここ 10月12日からずっと歌番組ずっとですよ。歌手扱いキャンペーンキャンペーンキャンペーン、定地区さんありがとうございます。だからみんなやっぱり演歌を一回こうね、他の会社がちょっと排除した時期があるんだけど、それを全部定地区さん持ってるんです。だから前は根強いファンがいるっていうのはやっぱ強いんですよね。強いですよ、うん、ちょっと紅白残念だったな。かといってじゃあ裏番組って言ってもダウンタウンもないし、月間もまあ2年連続、まあ、もうあれを企画自体が笑ってはいけないシリーズをやめた後、中止とは言ってないですよ。一応休止扱いなんですよね。ですけれど、だから日テレとしてはあの看板をやっぱもう長年11年連続かなんかで紅白の裏番組1位だったわけですよ。大人気ですよ、うん、あれみんな見てるでしょ、あれ。ですけれど今のその世の中の流れとして、ね、BPO とかいろんなことがあって、ね、あのケツバットとか、いいのにね、うん、別に本当のバットじゃないのにと思うけど、そうそうそう、だからあのこう痛みを伴う笑いっていうものがダメなんだよね、まあ、年々厳しくなって、厳しいな。金だらいとかスリッパで叩くとか当たり前だったんですよ。でお笑いが分かってる、お笑いのチームが作ってるのは痛くないようにできてるんですよ。リアクション芸っていうのが成立しにくくなってますよね。リアクション芸がなかったらもうさ、鶴ちゃんだって稲川淳二さんだって世の中にありえない、リュウちゃんだって、うん、ダチョウ倶楽部だってもう全部リアクション芸ですから。あれはプロですからね。プロなんですよね、うん、だから時代かな、そういうのはね。じゃあ大晦日どうしたらいいのかっていう中で、私はだから YouTube を、うん、ずーっと年またぎで生でやろうかな。どう、年越し山田久美子チャンネル、そうです、チャンネルやられる、そうです、そうです。で、あの紅白出てないような先輩とか、あの何してますかみたいな生電話ででも私も休みたいしな。例年だったら、まあ、ハワイに行くか、はい、スキー場にいるかどっちかなんですよ。ああ、なるほど、はいはいはい、うん、だけどな、今年はじゃあ日本にいられる予定。日本にいます。すごいんですよ、海外取れないの今。ああ、みんな行くみたい、うん、よかったですね、いろいろなことが戻ってきてね、まあ、日常が戻ってきて、みんな今までの反動でもう皆さんこう行くられるんでしょうけどね、うん、ということで、まあ、日刊現代米田さんが、今回、まあ、中森明菜ちゃんがどうしてっていうのはチラッチラッと言ってくれましたけれども、謎ですね、出てほしかった。もうみんなファンの皆さんは本当にあの生明菜さん見たいと、まあ、この一点はもう皆さん共通してますから。明菜ちゃん見てると思いますよ、明菜ちゃんは。意外とチェックしてるんですよ。でもあのワイドショーが好きとかね。そうでしょ、うん、待ってたよ、明菜ちゃん。特に今若い世代に YouTube で過去の映像を皆さん見るじゃないですか。だからあれ、やっぱ一週も二週も回って、やっぱ新鮮だし、名曲だしっていうのがやっぱり若い世代に伝わってたりするんですよね。表情がね、うん、いいんですよ。まあ、やっぱ今のアイドルはもういない、ないタイプですね。ないんだよね、うん、大物なんですよね。うん、
もう待ってたのに、いい加減にしてですよ。うるさい。あやちゃん、いつからあの挨拶するとき声が聞こえなくなってる。皆さんこんにちは。聞こえない。最初は違ったの。最初は元気なね、可愛いお嬢さんだったんですけども、残念でした。ね、でもあの私も残念でしたよ。ね。いかんでないも残念でした。はい、で、タイで頑張ります。来年なかったらどうしよう、紅白が。紅白でも今、紅白って時代じゃないのかな。やっぱりもう、やっぱ個人視聴率の時代になってきて、うん、で、なんで NHK が今回、あの、まあ、中高年が知らないね、あの歌手ばかりになったかっていうと、そこよ。やっぱり受信料のね、あの、収入がね、どんどん下がってるわけですよ。払わないよ。あの、まあ、若者世代 NHK 見ないから払わないみたいな流れの中で、あの払ってるのは中高年ばかりじゃないですか。だからあの払ってる人向けに番組を作ればいいのかって言ったらそういう問題じゃなくて、うん、将来その若者世代からも受信料をもらうためにはそういう若者世代が人気のある歌手をやっぱ入れることでそのちゃんとアピールしていかなきゃいけないっていうことも大きいみたいな。それはもうさ 5,6 年前から NHK はね、うん、もう言ってて、うん、私なんか人気番組持ってたのに、うん、11年もやってたのに切られちゃったんですよ。あそこに行くんですか。そこにちょっと本当に、はい、ね、でもしょうがないなとは思いましたけど、うん、その制作合ってんのかな。ということです。はい、どうもありがとうございました。またねー。